期限付き移籍でプレーをして今シーズン戻ってきています。高木ボール受けてダビド・コンチャも右にいます。ボール出して川崎、ダビド・コンチャいた。ダビド・コンチャからラストパス出て高木の右足、今日2得点目。ネットを揺らしたのは高木、これで0対2です。2桁に乗せました。ロングフィードからまずは高木受けてドリブル、川崎から右のパス、ダビド・コンチャ冷静にパス、最後は右足振り抜いて、これで0対2です。この大阪ダービーで2得点、結果を出しました高木です。